大丈夫です。はい。じゃあこんにちは、タフです。先月は、にぎにぎしくお誕生日パーティーありがとうございました。あれ以外どこでもやってくれませんでした。ね。僕たちなんか悪いからね、本当に。今回も、ポエム、直旅、旅。ちょっと別枠無理してやらせてやりました。まあ、もともとキャラ違うんでね。神聖な乙女で、クマもちょっとキャラが合わないね、そういうことでちょっと分けてみました。じゃあよく路上で昨日もやったんですけど、何歌ってるか分かんないけど聴いてるうちにもしかしてあの曲かっていうシリーズで一曲目です。
はっちゃけで弾けた感じでやると、ちょっと息切れして、頭の中真っ白くなってね、時々、年を取って、あ、優しいな。やっぱり俺のこと好きなんだね。あ、ダメだよ、みんな見てる前で。はい、というところで、今日ね、本当ごめんなさい、頭の中でね、ノーアイデアって実は聞いてまして、思いつきでさっきもどうしようかなと思って、うろうろうろしてたのが、それで、まだ練習中、まあ、なんとかまとめておこうかなと思って、ちょっと大人の恋の歌に最近凝ってまして、これを歌うとね、いい人できたのと思って、ごめん、できたら教えてよと思って、うん。そんな感じの曲で、もっとという曲です。愛が消えた夜、僕は君を探す。遠く離れた今も、夢が見えなくても信じて、疑ったの恋と人は言うけど、自分の想いに嘘はつけない。君を愛してる。
今日はですね、なんかしっとりした曲が非常に多いのでしっとりできたんですけど、ここでやっぱり裏切っていつもの曲やって帰らないといかんのですが、手合わせにしようか、ちょっと飲みないにしようか、どっちですかね。手合わせですかね、やっぱり。まあ昨日ね、なんか知らないで路上やってたら、なんか携帯ピリピリになったら何言ったら、OK ミックスでちょっと飲みないかかってるにって言ったって、路上やってるから聞けねえとか言ったんですが、なんかかけていただいちゃいまして、とっても嬉しかったですね。池江さん、お姉さん、本当に俺に気があるのかな、忘れられない。はい、じゃあ、最後の曲は、時間的には納得するんですね。はい。では、すいません。自画自賛、手合わせ。地元の人さえわからない、森町まではわかるけど、そこから先がわからない。掛川駅から西に向かって45線沿いを走ります。また新庄は覚えてください、手合わせ。掛川を出て7個目の駅は上高11820原田駅、鴨荘行くなら原田駅、近所に僕が住んでます。山の奥には奈良ここの里、しばちゃんちのジャージ牛乳おいしいよ。しんとめ森掛川行った最寄りです、使ってください、手合わせ。今日もホームで立ち尽くす人、運が悪いと1時間待ち、単線だからいつも待ちぼうけ、お出かけ前に時刻表見てね。赤で乗り換え西鹿島、隠れた人気は福来県、売り切れごめんの甘餃子、覚えてください、手合わせ。掛川を出て9個目の駅は人口2万の遠州森駅、二郎がひも犬じゃんカンカン娘、アクティブ森に為替巫女、ロードレース森ホタル、誉れ高き遠州の小京都、流れ清らか太田川、訪ねてください、手合わせ。負けたくないのはエンテッセ、昔の名前で二股線、野口五郎は私鉄沿線、西島に子は池上線、使ってください、天浜線。